株式に関係する変数の関係人株あたり当基準利益は株価指標の一つである。日本国内では EPS という当事語も広く用いられている。一株利益、一株あたり利益、一株あたり当期利益などの略称、俗称で呼ばれることも多い。一株あたり当基準利益は企業の一株あたりの利益額を示すもので、当基準利益と 普通株式の発行済み株式数から計算される。簡易な計算式は次の通りである。EPS イコール当期純利益普通株式の基中、平均発行済み株式数。当期純利益が増加すれば EPS は上昇し、当期純利益が減少すれば EPS は下降する。また、株式併合や株式消却等により、発行済み株式数が減少すれば EPS は、 上昇し、第三者割当増資や株式分割等により、発行済み株式数が増加すれば EPS は下降する。株式分割の場合の例を説明すると、EPS は以下のように低下する。日本の会計基準では、分母の発行済み株式数からは、自己株式を除外し、分子の当基準利益からは、普通株主に帰属しない金額を除外することを求めている。 普通株主に帰属しない金額には、常余金の配当における優先配当額などが含まれる。したがって、より厳密な計算式は次の通りとなる。EPS イコール。普通株式以外に潜在株式が存在し、EPS を希薄化させる効果がある場合は、企業は潜在株式調整後、一株当たり等基準利益を開示しなければならない。 潜在株式は現在は普通株式ではないが、仮に、権利行使等によって普通株式に転換されれば、発行済み株式数が増えるためである。潜在株式には、普通株式への転換権を有する優先株式、新株予約権、転換社債などが含まれる。EPS は、株価収益率を算出する際に用いられる。EPS が上昇することで、株価を測る指標である、 株価収益率が下降し、株価が割安となり、同じ割安度に戻されるために、株価が上昇するという現象が発生することが多い。ありがとうございます。